5.3 憲法を考える青年集会をこれから始めさせていただきます。まずはじめに横山実行委員の方から一言お願い申し上げます。皆様こんにちは。本日はお忙しい中、また、連休中いろいろなご予定があるかと思いますが、5.3 憲法を考える青年集会にお集まりいただきましてありがとうございます。幸い天候にも恵まれましたので、私たちの主張を堂々と、渋谷の街で、訴えたいと思います。長く安倍政権が続いたときに安倍首相は戦後レジューム、戦後体制からの脱却ということを盛んに政治スローガンとして掲げておりました。しかしながら現在我が国の政治スローガンではなく、まさに世界が戦後の体制を大きく転換しようと、またさせられようとしているのではないかと思います。ロシアのウクライナに対する軍事侵攻は、明らかに力による現状変更、これに対して国連はあらゆる紛争を平和的に解決することを目指していながらも何ら有効な対応が取れていない、そういった状況にあると思います。ウクライナも小国ながら懸命に戦っています。ウクライナと NATO の関係というのは、不十分であったがゆえにその同盟ということが、現実的な問題となっていませんけれども、翻って我が国のことを考えれば現行憲法と、またそれと抱き合わせの日米安全保障という同盟が果たして日本の国の危機に機能するんだろうかということを現実的に考えなければいけない、本当にそういう危機的な状況になっているんではないかと思います。世界の秩序が、世界の戦後秩序が大きく変わろうとしているときに、まさしく私たち日本人は日本人の手で目指すべき国家像を表す憲法を改めなければいけないのではないかなということを強く感じております。なかなか大規模な集会というものができない中で、私どももこの憲法を考える青年集会、今年で22年目になります。一昨年はコロナ禍という状況の中でデモ行進ができずに、昨年は演説会すらもできませんでしたので、実行委員3名で内閣府に赴いて私たちの考える憲法像というものを示して、ぜひ首相に伝えてほしいといった要請を行ってまいりました。22年目、そして2回デモ行進ができなかったものですから、今年が丸20回目のデモ行進という、節目の時も迎えました。世界に大きな構造の転換が起きている時に、そして私たち祖国日本もまた様々なロシアや中国、韓国との紛争を抱えながらいる状況の中で、ぜひとも私たちの目指す憲法像というものをここで訴えていきたいと思います。皆様それぞれの活動の中で、自主憲法制定である、また現行憲法の無効である帝国憲法を復元して改正すべきであると、様々な、主張がをされていることと思います。本日はこの現行憲法の問題点を共に国民の皆様に知っていただくという趣旨で、ぜひとも最後まで行動を共にしていただければと思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
続きまして小沢実行委員の方からデモ行進の注意などがありますのでよろしくお願いいたします。こんにちは、今、ご紹介されました小沢です。まあ、お決まりではありますが、公安委員会の方から、一応条件付きという形で、申請の許可が下りています。で条件の方を読み上げますのでよろしくお願いします。交通秩序に関する、事項といたしまして、行進隊列は、3列応対とすること、蛇行進、渦巻き行進、ことさら蛇足行進、おそわし行進、停滞、座り込みは縛り込み、いわゆるフランスデモ等を交通秩序を乱す行為をしないこと、次に、危険防止に関する事項、鉄棒、棍棒、木刀、角材、石、その他危険な物件を携帯しないこと、凶器として使用し得るような角材、棍棒等を旗竿、プラカードの絵等に使用しないこと、旗竿、プラカードの絵などに危険な装置を施さないこと、発煙筒、爆竹等、加工品や玩具、煙火を投げ、または使用しないこと、以上となります。我々の運動は、大義ある運動であります。皆、理路騒然と、運動で、国民に声を届けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きましてシュプレヒコールの練習をさせていただきたいと思いますので、お手元の方にシュプレヒコールの用紙がない方がいらっしゃいましたらこちらにありますのでお願いいたします。それではよろしいでしょうか。右手を高く掲げて大きな声でよろしくお願いいたします。現在日本国憲法は昭和22年に我が国が連合国により占領を受けていた時に施行されたものです。したがってこの憲法は占領期間に強制された占領基本法に過ぎません。速やかに私たち自身の誇るべき日本の憲法を取り戻すために声を上げましょう。シュプレヒコール。日本民族を弱体化する占領憲法から脱却するぞ。アメリカ製占領憲法を破棄してよ。都政を冒涜する東京裁判所会を訴えするぞ。日本人は戦勝国に強制された自虐主観から脱却せよ。現行憲法では武力保持も法制権も曖昧にされたままです。この上で現在政府は自衛隊を軍機と明記、敵地攻撃、反撃能力などの本業を盛り込む改正案を検討しています。これは武力を上取りするばかりでなく、自衛隊を日本のためでなく、同盟国と言われる国の戦争に反乱ための憲法案に過ぎません。シュプレヒコール。速やかに日本の自主的憲法を制定し、政党を組織された軍隊を創設せよ。日本の伝統文化、国益と国民を守る真の国軍を創設せよ。米国との安全保障は日本のためでなく、米国の利益を優先する権利条約です。果たして日本の平和のために米国は軍事力を行使するでしょうか。また憲法9条と日米安保がある限り、沖縄から米軍基地はなくなりません。シュプレヒコール。日本人が日本を守る正当な軍備と軍隊を創設せよ。米国軍人の犯罪を隠蔽する日米地位協定を破棄せよ。私たちは日本の真の独立のために現行占領憲法からの脱却、事実を訴えます。シュプレヒコール。愛国的自主憲法を制定するぞ。自主憲法を制定し、真の独立を勝ち取るぞ。日本の真の独立を勝ち取るぞ。偉大なる祖国日本を再建するぞ。東京裁判所を訴えするぞ。
現行憲法では武力の行使の法制権を曖昧にされたままで、その上で現在政府は自衛隊を軍隊として敵基地攻撃安全協力などの本当を取り戻す体制案を検討しています。これは普通の上乗りするばかりであり、自衛隊の日本のためであり、同盟のことを言われる国の戦争の戦争の体制案に進まれる。自衛隊さん、速やかに日本の自衛戦争を制定し、戦争に拘束された軍隊の総合的な要求を、日本の伝統文化、国益と国民を守る真の国軍を創設の要求を、米国との安全保障は日本のためでなく、米国の利益を優先する全部条約で、果たして日本の平和のために米国は軍事力を行使するでしょうか。また憲法9条と日米安保がある限り、沖縄から米軍基地はなくなりません。出発いこう。日本人が日本を守る正当な軍備と軍隊を創設せよ。反対を隠蔽する日米地位協定を破棄せよ。破棄せよ。私たちは日本の真の独立のために現行占領憲法から脱却、自立を訴えます。シュアプレイストール。愛国的自主憲法を制定するぞ。自主憲法を制定し、真の独立を勝ち取るぞ。日本の真の独立を勝ち取るぞ。偉大なる祖国日本を再建するぞ。Yeah.
日本の伝統文化、国益と国民を守る真の国民を挑戦せよ。米国との安全保障は日本のためではなく米国の利益を優先する権利条約であります。果たして日本の平和のために米国の軍事力を行使するでしょうか。また憲法9条日米安保がある限り沖縄から米軍基地はなくなりません。宣伝だ。日本人が日本を守る正当な軍備と軍隊が挑戦せよ。挑戦せよ。米国軍人の犯罪を隠蔽する日米地位協定を反対せよ。反対せよ。我々は日本の真の独立のために現行占領憲法からの脱却自立を訴えます。シュブレクトーン。愛国的自主憲法を宣言するぞ。自主憲法を制定し真の独立を勝ち取るぞ。日本の真の独立を勝ち取るぞ。偉大なる祖国日本を再建するぞ。我々は 5.3 憲法を考える青年集会のデモ隊であります。本日5月3日という日は憲法記念日という祝日になっておりますけれども、これは戦後 GHQ によって日本を脱退化するために与えられた憲法であります。それが今の日本国憲法であります。決して祝日ではなく屈辱的な日なのであります。現在の日本国憲法は昭和22年に我が国が連合国による政治を組んだ時に施行されたものです。従ってこの憲法は選挙期間に強制された決勝合法に決まっています。速やかに私たち自身の誇るべき日本の憲法を取り戻すために声を上げましょう。シュブレクトーン。日本民族を申し訳ございません。ご声を拘束する東京裁判機関を分裁するぞ。分裁するぞ。日本人は戦勝国に強制された自虐機関から脱却せよ。脱却せよ。現行憲法では武力保持の要請権の裁判にされたままで、この上で現在政府は自衛隊を軍隊と明記、敵基地反撃能力などの文言を盛り込む改正案を検討しています。これは矛盾を上乗せするばかりでなく、自衛隊を日本のためではなく同盟国といわれる国の戦争に対立するための改正案に過ぎません。出発しまーす。速やかに日本の自主憲法を制定し、政党に組織された軍隊を創設せよ。創設せよ。日本の伝統文化、国益と国民を守る真の国軍を創設せよ。創設せよ。米国との安全保障は日本のためです。米国の利益を優先する偏武者です。果たして日本の平和のために米国は軍事力を行使するでしょうか。憲法憲法の日米安保がある限り
どちらから出る道はなくなりません。出てきます。日本人が希望のある正当な軍備と軍隊を創設せよ。帝国軍人の反対を否定する日米信用性を諦めせよ。日本の真の独立のために戦争占領憲法からの脱却、自立を訴えます。シュープレクトー、愛国的自治憲法を制定するぞ。制定するぞ。自治憲法を制定し真の独立を勝ち取るぞ。日本の真の独立を勝ち取るぞ。勝ち取るぞ。偉大なる祖国日本を再建するぞ。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 我々は 5.3 憲法を考える青年集会デモ隊でございます。本日5月3日憲法記念日ではあるけれども、本日は記念すべき日では全くありません。現行憲法は GHQ のたった20人の素人の人間がたった1週間で作り上げた馬鹿げた憲法であります。こんなふざけた汚い、いい加減な憲法を許していいのか。そのためには憲法を破棄し自主憲法を制定するしかありません。シュプレクト。日本民族を弱体する先住憲法から脱却するぞ。アメリカ製占領憲法を破棄せよ。祖先を冒涜する東京裁判士官から粉砕するぞ。日本人は戦勝国に強制された自虐士官から脱却せよ。現行憲法は武力の保持と統制権を曖昧にされたままであります。今回のウクライナ戦争、ロシアの侵略をウクライナが受けてしまったのは核を放棄したからであります。我が国をウクライナにせしめてはならない。そのために我が国を徹底した国防力の強化、憲法を作り直して強い日本を作らなければなりません。シュブレッコー、速やかに日本の自治憲法を制定し憲法に即時された軍隊を創設せよ。日本の伝統文化、国益と国民を守る真の国軍を創設せよ。米国との安全保障は日本のためではなく米国の利益を優先する専務条約である。果たして日本の平和のために米国は軍事力を行使するでしょうか。また憲法9条と日米安保がある限り沖縄から米軍基地はなくなりません。シュプレクト。日本人が日本を守る正当な軍備と軍隊を創設せよ。米国軍人の犯罪を隠蔽する日
日米地位協定を破棄せよ。今現在の現行憲法はアメリカが作った英語を日本に訳した馬鹿げた憲法であります。今こそ我々は日本語で、国語で、我が国の歴史、伝統、文化、これを盛り合わせた自主憲法を作らなければなりません。シュプレクト愛国的自主憲法を宣誓するぞ。自主憲法を制定し、真の独立を勝ち取るぞ。日本の真の独立を勝ち取るぞ。偉大なる祖国日本を再建するぞ。再建するぞ。再建するぞ。これは宇宙を上乗せするばかりでなく、自衛隊を日本のためでなく、同盟国といわれる国の戦争に駆り出すための改正案にすぎません。シュープレストール。速やかに日本の出席憲法を制定し、正当に組織された軍隊を創設せよ。日本の伝統文化、国益と国民を守る真の国軍を創設せよ。米国との安全保障は日本のためでなく、米国の利益を優先する偏無条約。果たして日本の平和のために米国は軍事力を行使するでしょうか。また憲法9条と安保があるかぎり沖縄から見る人は亡くなりません。この方のお名前が誕生します。ロビーから日本を守る人は日本を守る人は日本を守る人は軍隊を横断ができますので、こちらを横断お願いします。米国軍人の犯罪を隠蔽する横断をお待ちの方、しばらくお待ちください。この交差点をデモ隊が通過しております。私たちは日本の真の独立のために連合占領憲法からの脱却、自立を訴えます。シュープレクト愛国的自主憲法を制定するぞ。自主憲法を制定し、真の独立を勝ち取るぞ。日本の真の独立を勝ち取るぞ。偉大なる祖国日本を再建するぞ。再建するぞ。再建するぞ。はい、渋谷を通行中の皆様、我々の 5.3 憲法を考える青年集会デモ隊でございます。本日5月3日は憲法記念日とされておりますが、全く記念すべき日ではございません。我が国がたった一度戦争に負けたというだけで、米国等によって一方的に強制された憲法であります。そのような憲法を断固としてなさい、真の独立した憲法を作らねばなりません。シュプレクト。日本民族の脱退が占領憲法が
Thank you.
頭痛は誰にでも起きる主反応として報告されています。こんにちは、国民主権党平塚雅之です。皆さん、ワクチンは全然健康を制定し、正常に復帰された軍隊の総合戦略せよ。日本の伝統文化、国民と国民を守る国民と国民の総合戦略せよ。米国との安全保障は日本のためでなく米国の利益を優先する援助条約、日本の平和のために米国は軍事力を行使するでしょうか。しない。また憲法9条と日米安保がある限り沖縄から米軍基地はなくなりません。シャープレヒコール。日本人が日本を守る正当な軍事と軍隊を創設せよ。創設せよ。犯罪を隠蔽する日米地位協定を破棄せよ。私たちは日本の真の独立のために現行占領憲法からの脱却、自立を訴えます。シャープレヒコール。愛国的自主憲法の制定するぞ。自主憲法を制定し真の独立を勝ち取るぞ。日本の真の独立を勝ち取るぞ。偉大なる祖国日本を再建するぞ。我々は 5.3 憲法を考える青年集会のデモ隊でございます。本日5月3日は憲法記念日とされておりますが、全く憲法など記念する日ではございません。現在の憲法は米国と連合国により我が国を弱体化せしめるために作られた一方的な憲法であります。そのような憲法は断固として打破しなければならない。シュープレヒコール。日本民族を弱体化する占領憲法から脱却するぞ。アメリカ製占領憲法を破棄せよ。祖先を冒涜する東京裁判士官から粉砕するぞ。日本人は戦勝国に強制された自虐士官から脱却せよ。現行憲法は武力保持も公選権もできないままである。今後世界の情勢により我が国の近辺も戦争になり我が国が巻き込まれる危険性もある。しかしながら今のこのような憲法では我が国を、我が国民を、我が国土を守れない。ならば直ちに自主憲法を制定しなければなりません。シュープレヒコール。シュープレヒコール。日本人が日本を守る正当な軍備の軍隊を創設せよ。米国軍人の犯罪を隠蔽する
日米地位協定を発せよ。我々は日本の真の独立のために現行占領憲法の脱却自立を訴えています。シュレッカー大国的地主憲法を制定するぞ。地主憲法を制定し真の独立を勝ち取るぞ。我々は 5.3 憲法を考える青年集会のデモ隊であります。本日5月3日は憲法記念日という祝日になっておりますけれども、我が国にとっては日本を弱体化するための憲法を与えられた屈辱的な日であります。現在の日本国憲法は昭和22年に我が国が連合国による憲法を受けていた時に施行されたことです。したがってこの憲法は戦場機関に強制された戦場基本法に過ぎません。速やかに私たち自身の誇るべき日本の憲法を取り戻すために声を上げましょう。やったやった日本民族を弱体化する戦場憲法から脱却するぞ。脱却するぞ。日本人は戦勝国に強制された自虐主権から脱却、愛国的自主憲法を制定するぞ。自主憲法を制定し真の独立を勝ち取るぞ。日本の真の独立を勝ち取るぞ。偉大なる祖国日本を再建するぞ。再建するぞ。再建するぞ。私たちは 5.3 憲法を考える青年集会のデモ隊であります。本日5月3日は日本を弱体化するために与えられた憲法を記念する日ではなく屈辱的なものであります。この憲法を考えるという青年集会の問題であります。私たち日本の真の独立のために現行憲法憲法などの中で自立を訴えます。
それではこれから、総括を出したいと思います。まずはじめに鈴木信之さんの方から総評の方をお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さんデモ行進大変お疲れ様でした。ここ数年こういう形での行動ができなかったの、非常に毎年残念に思ってたんです。これがまたデモ行進という形で国民にアピールできるようになったこと、非常にいいことだと思います。ただですね、私この毎年5月3日を迎えるにあたって、例えば護憲派の人たちというのはブレることないんですね。憲法9条を守れと、一言一句何も変えさせないぞというね、ここにおいては彼らはブレることない。しかし自主憲法制定を訴え、そして改憲を訴えという方の我々の陣営はね、やはりブレがあるんです。毎年、違う、またはその時期によって違う声が出てくる。例えば政権与党にしても自民公明では割れていて、またその公明に妥協するから憲法9条に1項2項加えて3項を加えるというような、おかしな憲法案が出てくる。まさに本来国の大元を決める日本の国柄を表す憲法が政局に左右される。また在野の勢力にしてもまとまりがなく、その年その世相によって変化してしまうという、これではやはりね、護憲派を吹き飛ばして新たな自主憲法を制定するというのはまだまだ先になってしまう。しかし今回のロシアのウクライナ侵攻という暴挙、これを目の前にして目覚める国民も必ずいるはずです。今日のこのデモに集会に、皆さん集合した私たちがまさにですね、時代の先駆けとなって日本の自主憲法制定に向けてね、結集軸となるように、我々がまさに改憲派自主憲法制定派の結集軸となるようにしていかなければならないと私は考えております。今日の非常にいい天気で晴天に恵まれて、そして、久しぶりにこの渋谷でデモ行進ができたこと、そしてこれを機にね、まさに時代は私たちの声が、ね、国民に受け入れられるような時代を迎えつつありますから、その好機をチャンスを必ず私たちが掴み取るというね、決意のもとに、この集会を終了したいと思います。で、私からの総評総括はこれにて終わります。皆さん大変お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは最後に志村実行委員の方から一言お願いいたしたいと思います。本日は皆様、連休中の中にもかかわらず、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。この運動はそもそもは30年ぐらい前に、先ほどの鈴木信之先輩や、都知事選挙軍の張谷議長たちが 5.3 の反憲運動を始めまして、その後私ども代表会の4代目会長だった内山国康が、22年前に復活させるということで、始まった運動であります。当時と考えれば、今年はまさにロシアによるウクライナ侵略戦争を仕掛けるということがありますので、一般の方々、こういうものに無関心であった方々も憲法改正という問題に、向き合っていただける時代になってきたと思いますので、この本日の運動の、この輪を
皆様、地元などに帰っても家族やご家族の皆様や職場のお仲間、または、自分の周りの人々にこの運動の意義を、訴えていただければ幸いに思います。末尾になりましたが、本日の運動も、物心両面に、支えていただいております赤田先生に心より厚く御礼を申し上げます。そして、この運動に陰ながら尽力していただいた渋谷の名前沢様から、本日はお茶を差し入れがありましたので、まだお茶いただいていない方は最後、お茶をいただいて帰っていただきたいと思います。本日は本当に、だいぶ暑くなってしまって、体調を崩す人が出ないか心配でしたけども、一応最後無事完遂いたしました。本日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。それではこれをもちまして解散といたしますので、長時間ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。Thank you.